日本の皆さんこんばんはこんにちはまたおはようございます人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分最初の60歳65歳で定年退職をしてもその後35年から40年間その間の生活費などを確保しなければいけませんそれはあなたが60歳65歳で 定年退職をする時にその後生きるまでのお金を持っていればいいんですけれどもそうじゃなくてもその後あなたにとってお金を生み出してくれる仕組みを作る必要がありますそういった意味でこの元祖ポートフォリオワーカーと呼んでおりますけれどもあいっ今こちらにあるんですけれどもこれは昨年 小学館さんから出していただいたポートフォリオワーカーということなんですがこの生き方を私は提唱したいと思いますすなわち25歳の時私は介護離職そして介護貧乏になったんですねその時に気がついたことというのは収入には二通りあるということですすなわち肉体労働か不労収入私の場合はアメリカの大学院を出て日本でリハビリ とか脳科学っていう言葉がない時にアメリカで学んだんですねでその後アメリカの大学院からアメリカで病院勤務をしていたんですけれども日本にいる実家の父が病気になったがために日本に帰ってきて看病をしなければいけなかっただから介護離職でその結果介護貧乏になったんですね。 これが25歳の時にやったっていうのがすすごく良かったと思います今日本の皆さんは昨年からのコロナパンデミックこれによって収入が減った方または会社とかが倒産してしまって収入がなくなった。 もしくは会社もまだ大丈夫なんだけれども収入も減ってはいないけれども将来に対して不安を感じる方がいらっしゃると思います、まあ、そのような方のお役に立てばと思って私の体験談をお話しさせていただきます。ということでこのポートフォリオワーカーっていうことは結局複数の収入を持てば1本の収入がなくても 安心していいられますよとうことなんですねですから私のことを理解していただける一番良い方法っていうのが日本で働いている外資系のキャリアーパーソンを思い浮かべてください外資系っていうのはその大学院を出て MBA とかいろんな資格があるんですが大体大学院を出てからの出職っていうと初任給でも1ドル100円換算で1,000万円以上は簡単に取れるんですね。 だけれども外資系の怖いところっていうのはどんなに収入が多くってもある日突然人事異動っていうかもう今日が最後です明日から来なくていいですっていうことを平気で言われるんですね。まいうことを平気で言われるんですね。これは日本でもつい最近このようになってきましたけれども私の,その大学院を卒業したアメリカではもう私の新卒の時代からいつ何時き この今の高収入の生活っていうのが安泰ではないこの障害障害雇用っていうものもアメリカにはなかったんですねで、そういうことがありますのでもう当時からアメリカでは副業兼業っていうのは当たり前だったんですまたアメリカのそういうブラック企業といいますかやっぱり1000万円以上を初任給でもらえるっていうことは結局11時までに 代謝ができないもうこういう全くブラックな感じですけれどもそれでもまあ,あの収入が多ければそうやって毎日真夜中までとかあの土日も働かされるっていうことは当たり前だというそういう労働環境に私とか、まあ、外資系の人間はいるわけなんですけれどもだからこそ外資系の人間っていうのは。 収入がどんなに多くてもほとんどの人間が株とかいろんな投資やっていますこれも当たり前なんですねそのいつ首を切られるか分からない状態ですからみんなせっせと株とかをやるまたこのなんていうんですかね税金税法を非常によく知っていてその自分の地区から出ている国会議員とか県会議員とか市会議員がどういうこの 法律を作るか労働者をどののように守るかその働く労働者ですねあの働いていない高齢者じゃなくって働き盛りの労働者に対してどのようなこの法律を作るかどういう税法を作るかっていうのはもうアメリカ人の高収入の人間っていうのもう目をちまなこにして自分の地区の国会議員がどういうことをやってるかっていうのもすごくあの 気をつけるわけです。ねちょっとでも働き働き盛りの人間に対して不利な なんか法令を出そうとかってするともうみんながその事務所に電話をしてちゃんとしないと次回再選させてやれないぞみたいなことをするこれがアメリカなんですねですから日本の皆さんも政治は政治家任せとかじゃなくって皆さん働く世代にとって一番より良い法律を作ってくれるそういう国会議員とか 県会議員、市会議員を自分たちが選ぶんだっていう意識がまず必要それからいつクビになってもいつ会社が倒れても自分の生活は自分で守るっていうことで兼業、副業、そして投資っていうことが大事なんですねでやっぱり多くの日本の皆さんはお金で苦しんでると私は思うんですそれはなぜかっていうと日本人は 1> 1本の収入だけけでで生活をすするわけです例えば1,000万円の収入っていうのも1本1,000万円どうやったら収入が高い収入の仕事にありつけるかどうやったらそういう企業で雇ってもらえるかっていうそれにすごくしのぎを削るんですがここはちょっとねですですからこの私のポートフォリオワーカーに書いたのは例えば年収1,000万円。 1> 1本でで万円これは非常にリスクが高いんですなぜかっていうとその1本1,000万円の働き手、まあ、それがご主人であったり、まあ、奥さんが働いて夫が主婦家庭にこもるっていうのは日本ではちょっと少ないと思うんですけどもたった1人で1,000万だとその人の会社が倒産をしたりまたはその本人が 交通事故にあって働けなくなったり、または癌になって余命宣告をされたりすると、一千万円がポンとなくなるわけですね。それじゃなくて私が言うのは、例えば二百万円の仕事なり投資なりを五つ持ってたら、それも一千万円だということですね。二百万円の仕事、例えば、うん、夫婦共働きでそれぞれ二百万円ずつの本業がある。 そしてまた夫婦それぞれが兼業か副業をして200万円ずつあるほらこれでも200万円かる4 8 0 0万円ですよね。でさらに何か投資をやってまた200万円があるほらそしたら200万円が5本で1,000万同じ1,000万ですよ。でこの中の例えばあなたの一つ本業がこのコロナで会社が潰れたとかなんとかになってもほら 今こうやって200万のが5本あってそのうちの1つ本業が会社が倒産しちゃったと言ってもあと4本あるからまあこれは家庭ですけどもね200万る4で800万円があるっていうことなんですよ。 こういうことがあればあ、あのじゅんやさんいつもありがとうございますこんにちはもうじゅんやさんはいつもいろいろサポートしてくださって本当に感謝していますまあ、こういうことができるこれが一つなんですこれやっぱりこうやって外資系のバリバリキャリアでもある日突然もうあなた明日から来なくてもいいってことを言われる世界ですから常に 転ばぬ先の杖で私たちはリスク分散ということを考えますこれが一つあともう一つなんですけどこれも日本の方に多いんですが自分が好きじゃないことを仕事にするんですね生活のため収入がいいから とといいうことですますま例えばよくあるのが私はその高校からアメリカでの留学生だったんですけれども大学の日本からの留学生で一番多いのは専攻科目何やってるのって言ったら日本人はやっぱり数字が強いから英語が苦手だからだから経理会計学、まあ、会計士になるとかっていう人が圧倒的に多いんですよ。 でも私みたいにその医療日本にリハビリって言葉がない時に日本に脳医学って言葉がない時にアメリカの最先端のものを勉強するみたいな人間は少なかったしあとはつぶしが効かないなんだろうなんかアートとかそういうものの専攻する人っていうのは意外と少ないんですね。なぜかっていうと日本人はせっかくアメリカまで留学したんだからやっぱりそれで何か留学も生かして 稼げるものその CPA になりたいとかねそういうことをやるんですがやっぱり皆さん給料のためにとかキャリアでつぶしがきくからっていうことで選んじゃうと心が苦しいんですよなぜかというといやいやするることになるからどんな職業を選んでもどんな企業でも山あり谷ありなんですね。 最初はそこの希望先のところで就職が決まってワクワクしていてもやっぱり企業の中にはお局さんもいたりパワハラセクハラマタハラっていうものもあるしやっぱり嫌な人人っていいいうののはるるるわわけけででですすねどこの企業でももと呼ばれる人もいるわけですよそしてみんなの憧れる花形部署があったらみんなが嫌がる部署もあるわけでそういう。 企業に行ったから全員が全員花形企業あの分野であの部署で働くってことじゃなくてみんなの嫌がる部署でもやっぱり働かざるを得ないんですね。でここであなたがその会社のブランドネームでそこを選んだとかなんか給料に転んでそこを選んだっていうと人間嫌なことをすると病気になります。病は木から 嫌だいやだっていうとこれストレス症候群なんですけれども心身症になってしまうんですねで体が壊れるだけだったらまだいいんですが心まで壊れちゃうと本当に大変なんですよですから私が皆さんにおすすめする2番目の方法はやりたいことをやればいいただ問題はやりたいことが必ずしもお金が儲かる分野じゃないわけですね。例えば俳優になりたい 私は演技が大好き私は絵が大好きだけど絵描きで食べていける人っていうのはもう本当にごくごくわずかですよねそれとか僕はギターが好きだ音楽が好きだ音楽で食べていけるミュージシャンもうごくわずかですほとんどはこのストリートパフォーマーって言ってこのね 人通りの多いところでパフォーマンスをやって何かのマイクとか持ってパフォーマンスやってちょっと寄付金お金を入れてもらうものが置いてあるとか到底あんなななのででででは生活できないわけすすよよねだだからなんですよだからら割り切り切ましょうやりたいことをやりたいのであればその生活,を生活費をカバーするための何かを作る。 でそれは一つ,つはまあやっぱりもうあきあの割り切って生活費を賄うだけの 何か仕事先を取る。もうこれは別にその花形企業でも。学生ランキングナンバーワンとかじゃなくても、とりあえずあなたの生活費を賄ってくれるだけの。地味な業種でも、地味な企業でもいいわけですから。とにかく、これはもう生活費と割り切っちゃって。で、後でその好きなことをやる。これが一つ。もう一つは投資をするっていうことですね。やっぱり好きなことで食べていけないわけなんですから。その生活費を賄うための。 投資っていうものを始めるまあ、本業で生活費を賄うのか、投資で生活費を賄うのか、それはどちらでも結構です。私の場合はおかげさまで本業でも生活費を賄っているし。 投資でも賄っている。だからこうやって好きなことをしてマダム・ホーという名前で日本の皆さんへの著述活動こんなのね儲からないんですよあんまり。儲からないんだけども情報配信をして SNS でそうあの情報配信をして皆さんにメッセージを伝えるこういう儲からないことをできるのは 大好きだからですよね皆さんがあ、マダムの言葉でなんか元気もらえましたとかああの生きていく希望ができましたって呼ばれることがすごく私は嬉しいんです儲からなくってもねでこれをできるなぜこれをずっとやっているか今クラブハウスで本音の話やってるんですね日本時間の平日23時にはクラブハウスで本当にこの私が投資家としてやっていること例えばあ、今 上がりました下がりましたとかはい利嚇しましたとかあ損切りしましたっていうこともするしこの投資として投資家として成功するための必ずやっとかなきゃいけないことっていうのも皆さんに伝えてるんですね。ですからこういう本音の話ができること一線の儲けにもならないことをやって人助けでできるっていうのは実は 本業と投資で生活費がまかかなてるから私はできるわけですよで多くの方はそういう贅沢できないのですねですからやっぱり皆さんから儲けようとしてなんか SNS 集客法とかなんか講師になってお金を儲けようとか認定コンサルタントになろうとか認定 ヘルスコーチになろうとかああやって皆さんから100万200万300万円っていう認定コースプログラムを作って皆さんからお金を取らないとあの人たちは生活できないんですよあれが彼ら彼女らの生活費になるんですけど私の場合は今言ったように例えば1,000万円って言っても1,000万円1本の仕事じゃなくて彼に200万円の五本夫婦で持っていたらそれだけで十分 生活費ががえるるし心の余裕があるんですねこの1本の仕事だけだったら嫌な客嫌な上司嫌な部下嫌な同僚に我慢しなきゃいけない1本しかなかったらねだけど5本あったら嫌な客に喧嘩して <laughs> 喧嘩してもいいし嫌な上司それってパワハラですよねっていうこともできる。 嫌な客に対しても「そういうのはクレーマーじゃないですか」みたいな「私も私の仕事をやってるのでそういうクレーム言われても私はできない」とかズバッと言えちゃうそれが原因でクビになってもあと5つも4つも仕事があればあなたの心は自由なんです、まあ、こういう感じで私が25歳で介護貧乏本当に貧乏のどん底になったんですね住宅ローンが今月払えないどうしようみたいなことにもなったんですけど。 そこを気が付いて私は仕事3つ掛け持ち夫も3つ掛け持ちほら夫婦で6つ掛け持ち仕事があったらそれだけで1つがなくなってもあと5つがあるっていうこういうことを私たちは25歳からやってまあ結果には個人差があるんですが5年未満で不動産投資で最初の1億を作ったんですね。もうそこから後は とっても楽です最初の5年間とか期間限定で頑張ればいいこれもねじゃあどのぐらいかかるのっていうのはこちらの本に書いたんですけどの法則ってあるんですよ多くの人が負けるのは2つなんです焦りと諦めこれで負けちゃうで多くの人は「あまだもう分かりましたじゃあ僕とこも私とこも複数の収入」と言うんですが皆さんは「 今始めて今投資の勉強を始めたら来月ミリオネアになると思っちゃうんですねそれとかもう来週末にはミリオネアになるんだとかと思って副業兼業投資をやっちゃうから焦って諦めて墓穴を掘るんですよそうじゃなくってこの本にも書いてるように一三五七の法則まずあなたが投資をやりたい副業をやりたい兼業をやりたい何をやりたいって言っても まずなんとなくそののの業界のことがわか,かかかるに年りますもしあなたが今これから私の大好きな FX をやるとしても全体がわかるのが1年かかるんですよ今この FX のクラスに150万円払いましたこの認定ヘルスコーチになるために300万円払いました払ってもね来月あなたはそれでミリオネアにはならないからまず 1> 丸一年かけてなんとなくおぼろつきを、そしてさらにたゆまの努力をして今の本業の半分の収入が来るのが約三年かかります。これさえ分かれば、三百万円で認定コンサルタントになっても、あ、今の本業の半分の収入が来るのが三年かかるんだなと分かれば、じゃあここであなたは三年かかるものに三百万円の国 考えてほしいんですねそういうことを考えるすなわち現実的にに物事をを考えるそれを全部ここに書いてありま,すまたノウハウも全部ステップバイステップで書いてるんですがそうやって1年3年5年でようやくフルタイムの本業と同じぐらいの収入がこの兼業や副業やまたは投資から来るっていうことが分かれば。 心に余裕が出るでしょでそこまで考えて5年かかるんだって考えてじゃああなたは今この100万円をかけてこのなんか投資のクラスを行くのか300万円をかけて認定講師認定コンサルタントになる道を選ぶのかそこはあなたが考えてくださいね。まあそういった意味でまとめますけれどもたった1本の収入にしがみつく。 それとか収入が多いからっていうことで決めちゃうとあなたの心は苦しみます。お金の苦しみが出てきます。だから今は大変なんだけれども。一三五七の法則でやってみましょう。そのためにはここにはいろいろなワークがありますけれども。結局己を知る。だから。p. D. C. A. じゃなくて、ウーダ、オーオー。 DA が大事だっていうことも書いてるんですねはい皆さん今日はここまでですどうもありがとうございましたもしこの内容が役に立ったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいねまたいろいろな内容とかこうやってお話をしますので youtube とかにあげたらお知らせが来ますそしてまたぜひ平日23時に私のクラブハウスにも来てください投資家としてこの 権利収入不ー収入をどのようにやっているかっていうことのお話とかものの考え方マインドセットなどこのあとが残らない形のクラブハウスもやっていますので iPhone を持っている方 Android の方はなんかクラブハウスだめらしいんですけど iPhone の方はぜひぜひ無料コーチング毎日やってますので聞きに来てくださいね。純也さんんんさささどううも今日ははありがとごございましたでは皆さんごきげんようさよなら